もルノです。今日はオフィスメイクをやってみようと思います。結構前にインスタグラムのストーリーで企画をね募集したんですけど、なんかね圧倒的にオフィスメイクが多かった。基本的に仕事とかは自分が一番かっこいい状態のね、メイクをするのが一番楽しいとは思うんですけど、まあたまにちょっとね雰囲気変えてみたいなとかなんかそういうのがあった時は、まあ、ちょっとぜひ一つの案としてね参考にしてもらえたらいいなと思っております。てかね思ったんだけど、まずそもそもオフィスメイクって時間ないよね。今日はもうどちらかというとすごいもう漏れる感じの方を優先したいので、ちょっと時間はねちょっと早めにできないかもしれないです。今回はすごい時間を気にするとかじゃない感じでやろうかなと思っております。まあでも一応ねどのくらいメイクに時間がかかったかっていうのは測っていこうかなと思ってるので、参考にしてもらえたらいいなと思っております。いやーそれはレッツゴー。じゃあ押してきます。スタート。下地はこちらを使っていきます。まあ結構オフィスに限らず建物の中って暖房、まあ夏は冷房とか空調とかがね結構効いてるパターンが多いんですよ。すごい乾燥しやすいと思うので保湿は多分ねめちゃめちゃにやった方がいいかなと思います。もう顔がカピカピなのだけはね本当に勘弁したいですよね。ファンデーションこちら使っていきます。これねマジびっくりしたのが本当にねマスクにつかない。うんマジで驚く。これねすごいよ。超サラサラだし、まあ結構肌はね綺麗に見せたいなと思うので割とツヤ感がある感じでいきたいとは思っております。これはね特にツヤ肌出してくれるし、まあ、何よりマジでマスクにつかない。コンシーラーやっていきます。今回割と自然な感じにしたいのでクマだけ隠していきます。やっぱねこのクマのところはあるかないかでねその健康そうな感じがね全然違うと思うんですよね。この一手目はね結構大事だと思っております。チークのパウダー使っていきます。マスクに落ちにくいファンデーションとはいえど、まあ、ちょっと心配なのでチークのパウダーをね一応していきたいと思います。まあ、なんでねこのパウダーがいいかというとこれ、ね、ツヤ感残してくれるパウダーなんですよ。すごくない？まあ、確かにめっちゃツヤ肌になるわけじゃないんだけどツヤ感は若干残してくれるんですよ。ほら綺麗だよね。これはねちょっと買う価値はめちゃめちゃあるかなと思います。眉毛がこちら使っていきます。今回はまあナチュラルな感じで優しい印象にしたいので、まあ、なるべくペンシルは目尻と、まあ、本当に毛がない部分だけちょっと足してあとはもうこの辺はパウダーを使っていこうかなと思っております。でこのエクセル今まであんま使ってなかったんだけどパウダーもついてんのよ。やっぱエクセルさんすごいわ。パウダーにすると結構優しい印象になるのですごい、いいかなと思います。はいこんな感じです。眉毛マスカラやっていきます。今回セザンヌ使っていきます。結構これ色味が明るいので垢抜けた感じに作れるかなと思います。そしたらアイメイクやっていきます。アイシャドウこちら使っていきます。色はシナモンチャイという色です。で個人的にはやっぱりラメ感というよりツヤ感の方が大人っぽくていいかなと思うので今回はラメ感というかツヤ感を意識してやっていきます。下にもちょっと足すのとあと目頭ですね。ここもツヤ感を出していきます。今ねちょっと言うの遅くなっちゃったんですけどちなみに今部屋の照明とあと目の前にあるこの撮影用の照明全部蛍光色にしてます。まあ結構オフィスって蛍光色のイメージがめちゃめちゃ強いのでまあなのでねまあちょっと蛍光色を浴びた時の発色の色味とかをね参考にしてもらえたらいいかなと思っております。目元はこんな感じです。今回は結構ナチュラル系メイクでもあるので、まあ、この一色でいいかなと思っております。そしたら
アイラインやっていくんですけど、アイラインは2種類やっていきます。まず1つ目がこちらのラブライナー使っていきます。目尻にね、描いていきます。でね、個人的にちょっとこれだと濃いかなって印象があるので、ここからぼかしていきたいと思います。こちらを使っていきます。このね、一番濃い色をこのチップで取って目尻をぼかしていきます。こう上に重ねる感じでぼかしていきます。はい、こんな感じです。結構影作っておくと、まあ、アイシャドウの締め色にもなるのでめちゃめちゃいいかなと思います。ほんと目尻だけねやって、あとはちょっと指でぼかしていく感じが良いかなと思います。チークこちら使っていきます。私の中でね、今チークの使いやすさナンバーワンはね、これ色味がね本当に可愛い。まあ今回はちょっと可愛らしいというか、まあクール系までいかないけど爽やか系にしたいので、ちょっと塗り方変えます。いつもここの感じをね丸くしてたんですけど、今回はよりちょっと外目、この辺の感じをねつけていきたいと思います。この辺を外に向かって塗る感じでつけていきます。いや、てかすっかり忘れてたんだけど、マスカラいきます。こちら使っていきます。やっぱり量というよりは長さ重視なので、細身で、まあ、長さを出すタイプのものを使っていきます。はい、そしたら最後チークじゃない、リップやります。リップ初登場、こちらを使っていきます。個人的に思うんですけど、ここのねメーカーさんのこのリップのシリーズ全部ねオフィスメイクっぽい感じの色味でした。なんか絶妙に色もついてるし、でもなんか主張しすぎない自然な色味だったので、何色か色の展開あったので、ちょっとぜひ一回見てみてほしいなと思います。私はね、あの一番濃い色を選びました。だから一番濃い色で、まあ、こんな感じだよっていうのを見てもらえたらなと思います。はい、こんな感じです。割と綺麗な発色じゃない？結構でも使いやすい色かなと思います。そうだ、てか忘れてたわ、ハイライトをやっていきます。こちら使っていきます。これはね、ここの頬骨と、あと個人的に鼻先、あとここですね、つけたら完璧です。意外とねつけすぎちゃうと、こういう照明はねテカってる感じに見えちゃうのもあるので、ちょっと量だけ気をつけてもらえたらなと思います。よし、こんな感じだ。じゃあ髪の毛下ろしてきます。バイ。はい、完成です。ちょっとね申し訳ないんですけど、前髪がそこまで長くないので、ちょっといい感じにね大人っぽさが出ない。まあ本当にポイントとしては柔らかい雰囲気に仕上げております。まあ、あとアイラインもねはっきりしすぎてないので、ちょっと柔らかい雰囲気になってるんじゃないかなと思います。時間発表します。33分50秒。まあでも30分許容範囲かな。私はねちなみに多分無理。ちょっとね、私もあんまりメイク時間についてね友達と喋ったことはないから、ちょっと相場が分かんないんだけど、ちょっともしよかったら教えてください。まあ、ちなみにマスクするとこんな感じです。まあそりゃそうだよな。まあそりゃそうだよな。しゃあないよな。頑張って頑張って作り上げたのに、もうほとんど消えるっていうこの悲しさよ。まあ、仕方ないんだけどね。まあこうやってちょっと今押さえつけて、どれぐらいこの感じで落ちるか見てみましょう。今結構強く押さえたんだけど、リップが少々つくぐらいだわ。ファンデーションねついてない。やっぱすごいねこれ。まあということでこんな感じでございます。まあね、ちょっとこうメイクの雰囲気変えるだけで、お仕事に行くのもねちょっとは楽しくなるかなとは思うので、まあぜひね、やってみてください。まあ本当にいつも一日お疲れ様です。この動画がちょっとでも良かったなと思った方、ぜひグッド評価とチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。バイ。
最後までご視聴ありがとうございました。実はあの後ちょっと出かけてみたんですけど、友達にどうしたのって心配されました。バイバイ。